有機栽培自然農法やってると、まあ、特別な技とかさ裏技そういうものがあるんじゃないかっていうふうに、こういう時どうすればいいのっていうふうにさ、なんか特別なさ、これやれば劇的に変わるようなものがあると期待して答えを求めてくる人いるんだけども、実際はそういうものはありません。全然奇跡的な裏技とかそういうものはないです。地道に一つ一つの事実を積み重ねていって、数年かけてやっとまともにできるっていうのが、やはり自然農法、自然栽培、有機農法、自然農っていうものになってくると思うんで、残念ながらそういう簡単なものはありません。ただで、それが根本となる基本はあるのね。でそれ何かっていうと、実は研修の時にもらったこの本があるんだけどもね、野菜栽培の基礎知識っていう本ね、結構これいいよ、農文教だったか農文教から出てるんだけども、これでね、まあ、書いてない野菜もあるんだけれども、基本的な野菜はみんな書いてあるんで、これを読んで、この中に書いてあることをもとに、それを有機栽培で有機物で補うにはどうすればいいかっていうことを考えて、コツ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 やっていけば3、4年、5年、3年から5年ぐらいで、まあ、実現できるかなっていう感じなのが有機栽培、有機農業なの。で、これに書いてあることっていうのは、何も有機農業の本じゃないのよ、これ。普通に化学肥料とか農薬とかを使いましょうっていうことで、その使い方とかまで書いてある普通の栽培の本なのね。だから、有機栽培っていうものは、特別な栽培方法、技術、ノウハウではなくて、実は化学的な、観光農法と基礎は同じなのよ。ね、だから窒素、リン酸、カリ、ね、三大栄養素なんて言うんだけれども、その三大栄養素を、ハーバーボッシュ法とか、よくその辺詳しくは分かんないけど名前は知ってるのね。で作った化学肥料とか、農薬とか、それを使って栽培に当たるっていうのが、化学的な農法、化学農法、化学農法って思ってるんだけども、観光農法の方なのね。だから窒素、リン酸、カリが足りないなら、それを化学的に作った、化学的に作った物質で補いましょうっていうのが、普通の一般的な観光農法、ね、で病気が出たら農薬を使って、虫を抑えて綺麗な野菜にして立派な野菜を作って市場に出しましょう、育てましょう、まあ、家庭菜でもいいんだけどね、自分で食べましょうっていうようなのが、観光農法だと思うのね。で有機栽培は窒素、リン酸、カリが足りないんだったら、窒素はじゃあ菜種油かすで、リン酸米ぬかで、カリは草木灰、木とか草とかをカラカラにして、その後燃やして出た灰を入れて補いましょうとか、有機のカキ殻石灰とかね、カキ殻石灰も多少入ってたかな、カリがね、うん、多少だね、多少だと思ったら 0. 何パーとかだったかな、うん、0.0 何パーだったか、まあそれで入ってはいるから、ね、そういうので補って、それを微生物に、土の中にいる微生物に分解してもらい、でその分解したもの、まあ要は人間でいうとこのうんこだけども、それをまた別の生物が食べて、またって繰り返していって、窒素、リン酸、カリとかそういう物質を、ね、生物的に揃えて栽培しましょうっていうのが、なんだっけ、有機栽培とか自然農法とかいろんな呼び方あるから、ね、有機栽培に統一しようか、有機栽培になると思うのね。でこれは自然科学、農業編の科学、自然にある科学を全て使って、化学も含めて自然科学全般で、当たる農法だと俺は考えてるのね。だから自然科学農法が、有機栽培だと。で窒素、リン酸、カリっていう化学式で合わせるものが足りなければ、それを化学的に、化学的に揃えたものを供給しましょうっていうのが、化学農法として考えてる、一般の観光農法っていうものになると俺は考えてるのね。だから結局のところは根っこは同じなのさ、ね、植物に必要なもの、窒素、リン酸、カリ、モリブデンとか酵素とか、そういうものね、いろんなもの、植物生理学、枝が下にしなってくると、どっちだったかな、ナスとかさ、しなってくると栄養成長だか生殖成長だかってこうなっていく、この枝のバランスでこう出るもの、ホルモンが変わって、その身を大きくしようとか体を大きくしようとかのバランスが変わってくるとか、そういうことは全部どっちの栽培も基本は同じなのさ、ね、だからそこに対してどういうアプローチをするか、何を供給するか、どういう方法を使うか、手法の違いなわけさ。で元にする科学的な根拠がまた違うの、生物とか
生物同士の関わり合い、まあ、生物の社会学みたいな感じで考えて、ね、そこで生物と生物の関わり合いって物質が物質がどうなってこうなってああだよってやってくる自然科学全般、まあ、そういう社会学とかは社会学とかは文系の方だからまあ科学全般理系だけじゃなくてを含めてやったのが自然栽培、有機栽培だねに統一するって言ったね有機栽培の方だと。で化学の方は、窒素が足りないなら窒素を持ってこい、カリが足りないなら仮を持ってこい、そういうふうに生成したものを入れろっていう手法の違い、どっちがいいとか悪いとかそういう話じゃないのさ、そういう手法が違うっていうだけなのね。その結果、環境破壊とか健康問題とかまたそれはいろいろ出てくるけどそれは別の問題なのね。だからあくまで手法が違うだけであって根本は同じだから特別な方法攻略法裏技があると思って聞かれてもそれはないよと。基本はこの本に書いてあることを、ね、手法が違うだけでやることは同じなんだということを理解してもらいたい。本当にいろんな人ねそう喋ってるけどもね、あのこれを買ったらいいよっておすすめするし、でこれに書いてあることを元に考えていきましょうと。で栽培をして足りないものが上がったらそこで次の年から変えていく改良していくっていう手法を取ればいいし、それをこれを見た上で化学農法、観光栽培を選ぶのも OK だし、で俺みたいに有機栽培を選ぶのも OK だし、そこは栽培する人の考えだから、だからあくまで手法が違うだけで根本は同じなものであって、だから対立するものではないのよねと俺は思うんだけど、まあ対立生まれたりするんだけども、手法は同じ、根っこは同じ、手法は同じじゃない、手法は違うけれども根っこは同じだっていうことを覚えてもらって、だから俺みたいに有機栽培をやりたいっていうふうに思うと、その有機栽培をやってる農家さん、無農薬をやってる農家さん、まあ YouTuber でもその人の意見ばかり聞くんだけれども根っこは同じなんだから、栽培したいんであれば観光農法やってる人の意見も聞くべきだし、俺はね思うよ思うし、そしてその上でそれをどうやって実現してるんですか、再現してるんですかっていうか供給してるんですかっていう質問を、有機栽培やってる人に、無農薬栽培やってる人に聞けばいいと思うのね。だからそれだけ覚えておいてもらいたいなって今回動画に撮りました。だから本当に手法が違うだけで根っこは同じだから、勉強すべきところは同じ、作物の生理学、その栄養窒素リン酸カリとか病気の出るとか害虫の種類とか、ね、それは同じだから、ね、基本は同じで根本は同じなんだから、それを、ね、特別な力があるんじゃないかっていうことではないんだよっていうこと、観光農法とも共通するところはいっぱいあるから、お互い学び合えるところはあると思うんで、両方勉強しておいた方がいいとは思いますんで、ただ俺は有機栽培っていうか、そういう生き物がそこで生活を営んで、その結果できた野菜がやっぱり美味しいと思うし、そういう働きをしているところを見たり考えたりするのが好きだから、俺は有機栽培を選んでるっていうこと。だから皆さんも、まあ、いろんな作物が取れればいいんだ、いい形ができればいいんだったら化学肥料農薬を使ったり、売ってる普通の有機栽培でも資材のものを使えばいいし、で俺みたいにもっとことごとなんかこうこだわりたい変態的な考えを持ってるんであれば、有機物で土作りをして苦しんで、こうだなっていうふうにやってもらえればいいし、そこはいろいろ選択の話だから、ただとりあえず根本は基本は同じなんだよっていうことを、まあ、この動画でお伝えしたかったなって思いますんで、どの栽培を取るかは皆さんの自由で、俺は有機栽培やってほしいなって思いはするけれどもね、けれども根本は同じだから学ぶところは基本は同じだということは忘れないでほしいなと思います。